形態によって地域でいろんなことが起きているということをちょっと頭の片隅に置いておいてください。でですね、少し戻るんですけれども、このトリエンナーレから場を作る記憶を残す、コミュニティが場を育てる、記憶を継続させる、この軸で出たときに、今日お話しする中でどう2010年から2017年に対して継続性を持たせたかっていう話の中で、多分愛知鳥屋の横浜トリエンナーレの方が元々歴史がありますので、そういう意味で今回のサポーターズグループを含め仕組みは出来上がっていると思うんですけれども、一体その愛知トリエンナーレを2016年に伝えげるためにどういう努力を少しでもしているかっていうことをちょっとお話しします。これはもう2011年8月4日に五十嵐太郎さんが就任されたんですね。横田のは一番の就任がされましたっけ、結構覚えてます。大切で後で聞きましょう。ですね、この就任後なんですね、就任後すぐにこのアートラボ愛知、遠足にいられた方は多分こちらの方でヒアリングなさったと思うんですが、前回やった長者町会場の人もそうですし、県の方ももっと深くこの学生や地域の若者が関われる場所を街中に作ることによって継続をするのではないかということで、このアートスペースを作りました。ここでは展覧会がありますし、地域の方が使えるフリーの場として活動していて、今でも非常に活発に動いているんですね。最初の就任式でそこを軸にこうイベントがあったりだとか、いわゆる場所がこの地域をつなげるっていう仕組みを取り入れながら長者町の方から作っています。一方で1回目に展示されている作品が残ることによって、地域の人に対してもこの愛知トリエンナーレが忘れられないような記憶の場所を作ったりだとか、これはちょっと横浜トリエンナーレの存じ上げなんですけれども、愛知トリエンナーレ2010年のことというのはこう小さな団体にいっぱい出来上がったんですね。その中のいくつかなを紹介する中で、長者町街中アート発展計画、これは2010年のボランティアさん、アートがそれで呼んでうまく大好きになっちゃった人たちが集結して作った小さな団体です。それで今日まさかいらっしゃると思わなくてたまたまこのスライドでこの新聞を選んでるんですけど、千原さんこちらにいらっしゃる作家さんで、実は今回私のことを横浜トリエンナーレ学校でお話ししてはどうでしょうっていうことで進めてくださった。どうせちょっと知らないで、そういうことで市原さんがもしかしたらよく、私はちょっと実はこれは資料的に集めたものなので、あんまり詳しいことはわからないので、もしかしたらご興味があれば市原さんとでもしかしたらお話ししていただくかもしれません。だとかこの66ってこれなんかおっさんたちが真っ赤な顔して飲んでるからみたいになってるらしいんですけど、実はこれも非常にこのもともとアートに全く興味がなかったけれども、2010年にガイドボランティアさんとか会場運営に関わることによって、アートって面白いかもって目覚めた人たちが語り場を作ったっていう、これもまた非常に活発に動いてる団体です。そうかと思うと、もともとある NPO 法人町の縁側を育みたい、これはどちらかというと町づくり経験の場所なんですが、ここもトリエンナーレといろんな意味で合体することによって、期間外の時にこういろんなワークショップをしながら、地域にアートがあるっていうことはどういうことなんだろうっていうことはこのワークショップ形式で進めたりだとか、それで多分こういう傾向って横浜にもあるのかなと思うのは、これ町のしゃべり場っていうさっきの縁側が主催してるやつなんですけれども、この時に五十嵐さんがお話しすると非常に違うお客様が集まるんですね。それっていうのはこの広報してる側のコミュニティが集まるんです。で一方で彼が例えばゲームセンターの大きなコートで話をすると、基本建築の学生、アートファン、いわゆるそのアートと建築っていうことにあると、ある程度いわゆる学校教育を受けてたとか教育的なバックグラウンドがある人が多いっていうことは必ずあります。でこれまたこれも吉田ゆりちゃん
ですが、彼女はもう拠点にバックアウトなんですよね。で、あの横浜でずっと拠点においてお仕事をしていた方で、彼女が今、長者町のママです。彼女がいないと長者町が動かないっていうぐらい、彼女は長者町の方々に信頼されている、とても重要人物なんですが、なでがねインスタントパーティーのトークのです。ちょっとこれで面白いですね。で、これも同じように、このワールドエビスって名古屋市草開催の在住している作家さんで、あの彼の場合は特にあの街を巻き込んだパレードをやるっていうパーティーを担当したので、あの徐々にこういうあの街のしゃべり場っていうところでもありましたし、彼はかなりいろんな場に行ってあの自分の作品の協力を得るために行きました。で、これが多分小鳥学校のと同じような形で機能しているトリエンダーですけれども、ブルース・ディックさんはキュレーターの一人になります。で、倒下さんが先ほど見ました、今回 の、 あのオペラプロダクションの舞台演出の演出家の方で、ちょうど先々週あの長女を始めたんですけど、素晴らしかったです。私オペラ初だったんですけれども、あの彼もともと建築家なんですね。それがあのいわゆる音楽のと演劇っていう方に仕事に入れて、ね、そこからあのニューヨークのロードウェイでいろんなプロダクションをやったり、ロードウェイをやったり、非常に、ね、あのなかなかあのオペラを演出する方と思えないバックグラウンドを持っていたんです。そして今回、ごめんなさい、ちょっと間違ったことをしてます。トリエンナレスクのリアスナック美術館 の、 あの公演というのはやっぱり非常にあの重要な位置がありまして、あの先ほども言いましたが、あのトリエンナレのテーマが震災、なぜ愛知で震災をテーマにして国際展をやるのかっていうことは、初期の段階に非常に我々の中であの話されたことでもあり、そこに対する答えに対して我々のすごく迷うっていうのがあったんですね。ただあのこう1年っていう時間をかけて国際展を 形成するっていうものの中で、我々の中でも自分たちがどういう形でどういうことを伝えていくことのためにこういう作品があるのかとか、逆に作品の方が五十嵐さんの隣の提唱してくださったテーマに対して我々が想像しない形で答えてくれるっていう、非常にあの複合的なところがありまして、必ずしもあの何でしょうね、あの当初やっぱりこの311とアートっていうものの関連性に関してはあの迷いがあったって言ったらちょっと語弊がありますが、非常に我々の中でも気をつけて話していたことの一つです。それでリアスナック美術館に関しては今回参加アーティストっていう形で入っていただいているので、あの特に311についてお話しいただいたりだとか、あとはあのもちろんこう矢野部健二さんでも、あ、これちょっとこっちでしょ、矢野部さんの話ですね、ありがとうございます。あの矢野部さんに関して言いますと、もう矢野部さんっていうだけで人が200も300も集まるぐらい非常に著名な方になりましたが、あのそれだけでなく非常にお話も面白いんですね。そういう意味であの周知を得たいっていう時に、矢野部さん自分はあのメディアのタペットだろうなんて冗談半分言いますけれども、若干それもありっていうことで矢野部さんにもトリエンナレスクールの時に来ていただいて、あのいわゆるトリエンナレ周知するのを貢献していただきました。でですね、その中であの岡崎市にもあの広報活動といいませんが、このアートイベントを提唱するためにアートアリジャス2010年っていうイベントがあったんですね。で、今となってはこの時の人なんですけれども、これ一応アート作品なんですよ。ご存知の方はあのよくご存知かと思いますが、あのこれ作家さんです。で、あのこれは作品としてあの彼はやっているのですが、こんなね、ふなっしー、なんか突然ゆるキャラっていうのが流行ったかなんかの一環で、ふなっしーが1位になったとか、岡左衛門が2位になったとか、そんなことありましたね、確かね。まあ、ちょっとあの雑談になりましたが、そうです。でですね、ちょっとトリエンナーレの話に戻しますと、この関連させるっていうところで、毎回この学校団体に対して呼びかけるっていうのは非常に重要な説明をします。あのその大きな理由っていう